皆さんこんにちは弁護士の加藤です本日の動画のタイトルはこちらです闇バイトの恐怖について弁護士が解説していきます最近闇バイト裏バイトという言葉が社会問題になっておりますつい先日もインスタグラムでこんな募集がありましたレンタカーを借りてこの駐車場に停めてくれたら止めるだけで10万円差し上げますという募集がありそこに応募した方が詐欺罪で逮捕されたというニュースがありました こちらの動画ではではすね、闇バイトをしてしまうと一体何年ぐらい刑務所に行かなければならないのかそして次に闇バイトの募集のの特徴、見分け方についてて解説しします。そして闇バイトの主催者から狙われがちな人こういった人を集めてるよというその狙われてる人の特徴について解説した上で最後に 万々が一闇バイトに関わってしまったらご友人やお子さんも同じなんですが関わってしまったらどうしたらいいのかについて解説していきたいと思いますまずはじめに闇バイトは一体何罪どんな犯罪になるのかどれぐらい刑務所に行かなければならないのかについて解説します一言に闇バイトと言いましてもいろいろな闇バイトがあります例えばお金とかキャッシュカードを受け取るだけいわゆる受け子という 闇バイトですこれは実際に被害者のところまで取りに行くこともアウトですし宅配便で受け取るだけでもアウトとなっておりますこういった受け行をしますと詐欺罪これは10年以下の懲役と定められております次に詐欺で受け取ってきたキャッシュカードなんかを利用して ATM で他の人の銀行口座からお金を引き出すことはこれは窃盗罪として処罰されます 10 50年以以下下ままたは50万円以下の刑罰に処せられますこちらはいわゆる出し子というものですね。今非常に特殊詐欺の受け子出し子につきましては非常に裁判官が厳しい判断をしますから実刑つまり刑務所に行かなければならないことが非常に多くなっております。執行猶予はつきません。こうした預貯金口座を他の人に売ったり仮想通貨のアカウントを他の人に譲ったりしますとこれ譲っただけで。 犯罪収益移転防止法いわゆるマネーロンダリングを禁止する法律によって処罰されますこちらは1年以下または100万円以下の刑罰になっておりますそしてこうした口座をですね他に売るために解説しますとこれは銀行に対する詐欺ということで10年以下の刑罰が処せられますこれも非常に重いですよね 銀行口座開いいてて売ってくださいとそしたら何万円かで買い取りますなんていう形でこういった他の人に売るために口座を開設してしまいますとそれだけで詐欺罪になってしまいますので絶対にしないでください。そしてとにかく重いのがたたきですたたきというのは強盗の隠語ですね悪い言葉なんですが強盗罪というのは非常に重く処罰されておりまして最低でも5年です5年以上という刑罰になっております。強盗をした結果 被害者などをけがさせてしまいますと無期または6年以上の懲役と非常に重たい刑罰が課せられておりまして結果的に被害者とかがお亡くなりになってしまいましたら無期または死刑という形で非常に厳しい刑罰が課せられますから強盗には絶対に他の犯罪は当然なんですが強盗の見張りとか運転なんかに関わってしまいますと非常に重たい刑罰が課せられますから絶対にやらないでください。 次に闇バイトの特徴ですね見分け方について解説していきます多くの闇バイトはネットで募集されておりますその際ですね履歴書とか面接がいりませんなんて書いてあったらもうこれはもうほぼ闇バイトでしょうねきちんとした会社であれば履歴書とか面接するのが当たり前ですからねそしてよく言われているのが高収入ですね即即金ですすぐその日のうちにお金がもらえるというアピールですそしてこれ非常に汚いと思うんですが 手軽さをアピールしてきます ATM を操作するだけメールを送るだけ口座を貸すだけですと物を受け取るだけなんですと言って手軽さをアピールしてきます簡単安全捕まる危険はありませんとある事件ですとこの強盗事件は実は保険金を詐欺するためのものなので被害者ときちんと話がついていますだからあなたは捕まる危険がありませんとして募集していた闇バイトもありました これもすべて嘘なので当然強盗罪で捕まったら先ほどの5年以上という非常に重たい刑罰に処せられるわけですねそして闇バイトの特徴4つ目としましては仕事の内容が非常に曖昧なんです携帯電話関連の仕事ですとか運びの仕事ですもうこういう内容が曖昧っていうだけで非常に危険な香りがしますよね そして闇バイトの方々はテレグラムという足跡が残らない連絡手段アプリケーションを使ってこれを使って入れてくださいと言っていきますテレグラムと言われたらご注意くださいこういった闇バイトを集めている親玉から狙われている方々の特徴としましては何といってもお金に困っている方ですよねもうこれはやむを得ないと思うんですがお金はその日今日ご飯食べるお金がないよとなってきますと闇バイトについ引っかかってしまうと。 非常に最近増えているのが、その闇バイトの恐ろしさをよく知らない学生さん、非常に若い方々も先ほどの受け子とか出し子をやってしまって、もう将来を台無しにしてしまうという方もたくさんいらっしゃいます。あとはですね、まあ、相談する相手がいない方、こういった方も非常に危ないです。親元を離れてまあ、都会に行ってしまって、他に相談する人がいないと、そういったところに付け込んでくる、えー、闇バイトの悪い人たちもいらっしゃるので、くれぐれもご注意ください。 そして闇バイトに関わってしまうとその将来どうなってしまうのかと最後に解説していきますとたとえ出来心からまあちょっと DM を送ってみようかなどうかなってやるだけでもまず向こうからですね本人確認するために免許証とかの身分証明書を送ってくださいなんて言って送らせるんですねでそうするといやあなたはここに住んでるんですねこちらの言うことを聞かなかったらうちも乗り,こ乗り込んでいきますとか実はうちは暴力団なんですと言って脅迫してあなたを使おうとしてきます実際に あった事件なんですが闇バイトをしたにもかかわらず脅されて結果的にお給料として報酬も一銭ももらえなかったという事件もたくさんありますこのように闇バイトというのはあなたを使い捨てしようとしてくる非常に恐ろしい非常に汚い手口のやり方だと思います本日の動画をまとめますと闇バイトというのはどれも重罪ですお手軽とか 安全とか高額とか言うんですがもうこれは全てアウトなので絶対やらないでください。運んでるだけ見張りをしているだけでもそのグループ全体と同じだけの刑罰が稼いれることが非常に多いです。最後に一言申し上げますと楽にに大きなお金を短時間で稼げる仕事というのののはこの世の中に存在しませんそして実際に巻き込まれてしまったら一人で抱え込まずに弁護士か警察に直ちに相談してください。 やってしまったことは仕方がありませんので、なるべく早くご友人か親御さんに相談して警察に行くことをお勧めします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。